です。皆さんこんにちは、あいかりんです。今日の企画は、私が知らないあいかりんさんを知りたいなと思いまして、中学生とか高校生とかのあいかりんさんってどんな感じだったのかっていうのをちょっと知りたいんですけど。中学生とかやだな。ギャルじゃないあいかりんさんがいたのかっていうことも含めて知りたいんですよ、私。ギャルじゃないアイカリンはいないですよ、多分。小2から金髪なんで、私。ていうか、なんなら多分、小学生金髪で、で、中学の時が一番校則が厳しかったんですよ。その時、一旦落ち着いて、高校入って、一気にストレス溜まってたら、もう爆発して、金髪にして、みたいな。で、今に至る感じですよ。もうやばくないですか？なんかちょっとアイカリンさんっぽくないですね。いや、でも確かにもうギャルですね。中3です。ね、これ落ち着いてる方です。ギリ茶髪でも怒られてたんですけど、反抗してましたね、そこは。でもうちなんかもう校則変えたすぎて、中2の時に生徒会の副会長をやって、で中3の時に絶対会長になってやると思って、こんなクソみたいな校則ひっくり返してやると思って選挙出たんですよ。で男の子もう一人、めっちゃ天才の男の子も候補してて、2人で戦ったんですけど、1票差で負けたんですよ。僅差で絶対先生たちがあいつだけは会長にならせたくないっつって、絶対裏でやってんなと思って。別に生徒会って勉強できなくてもなれるんですよ。で、うち学年委員長にもう3年間なってて、なんでそれやってたかというと、勉強ができないからそっちでポイント取って高校の入学に推薦で面接で行きやすいようにしてた。だから赤点とか取っても大丈夫でした。肩書きで上がったみたいな。面接で高校を通りました、普通に。肩書き大事だよ、みんな。肩書き大事。中学で学びました。肩書きを。その後、高校の入学、高校受かってめっちゃ校則緩い学校なんで、入学式ではなんかブリーチで抜け切って金髪で出ました。これ高校生です。金髪すぎてバンギャだと思われてました、私。ただのギャルなのに。これでもエッグの撮影に行く前とかだった。あ、とにかく楽しかった。もう毎日学校行くの、いやー、もうマジで学校楽しかった。あの時最高だったな。この頃に超戻りたい。これ、おお、ツートーンが流行ってたんですよ。だからエクステで髪の毛半分金髪にしたりとかしてましたね。アパレルやってみたかったんですよ、私。いや、でももう、はい、慣れそうですけどね、この頃。あとこれ109でココルルのパンツを見せてる写真。ココルルの56、懐かしい。そう、ザ・ギャルですね。そうなんです、マジで楽しかったんですけど、この時。いやー、この時どれぐらい渋谷でどういう遊びしてました？渋谷で買い物してご飯食べて、今と変わんないですけどね、やってることは。センターが行って声かけられるのが楽しかったです。今も声かけるの楽しいですもん。なんか歩いてて、なんか写真撮ってください、キャピってなるんですね。いや、そう考えたらやっぱあいかりさん、しっかり大人になりました。いや、なられてますね、多分。今だってさすがにこのお尻見せての写真撮らない。撮れます、撮れます、撮れます。全然やれますよ。いや、なんか目立ちたがり屋には変わりないんですよね、多分。この頃の再現とかしてみたいですね。確かに。卒業式の写真見つけたんですけど、はい、卒業式。いや、ちょっと待ってください。激派手なんですけど、これ高校生ですか？高校の卒業式です、これ。あの、生徒代表で卒業証書をもらったんです、私。なんか横浜って多分なんか卒業式とかそういうイベント、文化祭、体育祭、みんなめっちゃ超派手にする文化ってどこもあるのかな。横浜だけなのかな。とてつもないですよ、頭倍になってますよ。この時はそういうの流行ってたんですよ。清楚とか全然流行ってない時で。学校行きませんってか。行きたい。行きたくないですか？行きたいです。学校行きましょうよ。いや、ちょっと今度学校に、行きましょう。アイカリン母校に帰る。やりたい、やりたい、やりましょう、やりましょう、超やりたい、超やりたい。それいいですね、超やりたい。プリクラなんですけど、おお、まだ落ち着いてるくらいですか？落ち着いてますね、うん。そして前髪もありますね。ありますね、この時。こいつですか？これも高校生です。あ、で、秋ショーだったから前髪を作ったり伸ばしたり、作ったり伸ばしたりだったし、髪の色も金髪にしたりちょっと暗くしたりとか。結構満喫されてますね、高校時代。超満喫してるし、ちゃんと卒業してるし、1週間でいいから戻りたいです。学生をもう一回やりたいです。JK ブランドが強いの、JK の時から分かってたんで、自分がブランドだってこと。めっちゃ使ってましたよ。もうだからどこ行っても私服に着替えないで絶対に制服で行ってたし、その時から自分の、その JK、今 JK である自分の価値を分かってました。肩
肩書きを大事にする女、あいかりん。中学校からそう。ちゃんと生徒会長。そう。で、JK だったらやっぱ JK ブランド。毎回毎回その都度肩書き大事にしてました私。肩書き大事にしな、本当に。知らないあいかりんさんを知れましたね。JC と JK はね、3年ずつしかないからね、大事にして。はい、どうでしたか、あいかりんのちっちゃい時。このチャンネルが良かったと思ったら、シコシコグッドとコメント、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。